あれ。よいしょシェアしとこしょと。こんばんは。急になって、ごめんなさい、本当に。申し訳ない、急で。急で、申し訳ないけど。よいいじゃん。 こんばんは。と、あの、テロップテロップだっけあの、あれあれ。時間経ったテロップが出たら、順発表して、えー、順発表して、なんだっけ終わります。すぐに。ごめんなさーい。よいしょ。こんばんは。十五分だけ。ごめんね、今日。 急にこんばんはどうも令和そう令和だねなんか慣れないわまだ令和って慣れるのかないつかあミーポッパのお見送りありがとうございますこちらこそ本当にすごかったみんなファンの皆さん 肩こり大丈夫泉さあ,聞いてあのね自分でさ肩こりあるって知らんくて自分で肩凝ってるとかさ思ったことなかったのでもさ何ていうのめっちゃ美容室行った時とかさシャンプー終わりにさなんか美容師さんさマッサージしてくれるじゃん頭皮のマッサージとかなんか首とか肩あたりとかなんかそれやられてる時にさ「めっちゃ凝ってるね」って言われて肩「えっってるんだ」ってなったときやがある。 最近トレーナーさんに言われたのは全然肩こりよりねもうね姿勢の悪さが気になるんだよね猫背巻き方だからさ本当に姿勢を強制したい正しい姿勢にしたい本当に自分の肩こり感じたことない。 痛みはなかったの全くないんだよね自覚症状なしそう自覚症状ないんだ <laughs> 自覚症状はない猫背は体の前…ん前側硬いイメージん体の前側でも体は柔らかいの <laughs> よくわかんないよねそう体は柔らかいんですよでも ね、猫背と巻き方そう本当に悩みでもなんか姿勢よくしようと思ってさなんて言うんだろうなんか気をつけてるけどさなんか普通にさ気付いたらもう「うわ」ってなってるからさ本当に嫌だスマホ首は大事よストレートネックってことだよねなんか前に出てるみたいないずれ最近それも悩みなの絶対なってるわと思ってでそれのねなんかめっちゃ早口だな今日ダメだ それのねなんかなんだっけななんか改善方法みたいななんか直し方みたいな感じのやつが感じのやつをなんだっけなんかのテレビでなんかちょっと前にやっててなんかはっってああるるななたことあるなんかストレートネックの直し方改善方法の仕方はなんかまず首をこうやって極限まで前に出してから2本指でなんか顎を。 押さえて、なんかぎゅうって戻していくのをやるといいらしいよ。そう。そしたらなんかそうなんだってなんか改善されていくらしいんだよね。<laughs> 腹筋、背筋はありますか？背筋はわかんないけど腹筋はあるよ。 生態すす、ね、行きたい行きたいわ生態メンバーの猫背って目立つよ、ね、そうなんだよねだからめっちゃ気にしてるけどついついなっちゃうんだよな猫背本当に本当に。本当に そう生態だから行きたいすごくヨガしてみようヨガってあれ聞くの何か湿布はは湿布は貼るの貼らないかな別にうん 油断してるると猫背になる感じそう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 もうなんかふって何て言うの何て言うのテレビのさなんか収録とかさあれじゃんあの SKE ビンゴの時とかもだからめっちゃねずっとねもう胸を張ってたこうやってめっちゃ気をつけて胸を張ってた油断するともうすぐガーってなっちゃうからこうやってやってた <laughs> そう本当に直したいだから姿勢の悪さ 腰に力いるとこう腰なの腰なのかななんかねもうねえあんた直したいのよね私そう姿勢正したい泉的に姿勢がめっちゃ綺麗だなと思うのレオナさんレオナさんめっちゃ姿勢綺麗だよねめっちゃ羨ましい8期生で姿勢いい子いるみくちゃんみくちゃんがめっちゃ綺麗本当に綺麗、姿勢 ハイテンションやないぜ。そう。なんかめっちゃ早口になってる今日。ごめんね聞き取りにくかったら。そう目の悪い人は猫背になる。ああ。うん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 。 姿勢ずっとと意識してるるるる腰痛くならななななならいなるなるなるでもそれはやっぱあれなんかねやっぱりさ正しくないのかななんか正しい姿勢だとさ全然なんか楽みたいな聞くじゃん正しい姿勢楽みたいなだからそれは正しくないのかなやっぱって思っちゃう。 握手会行きたいけど高校生はどれぐらい来るえ高校生はどれぐらい来るかわかんないけどでも全然若いあの方来てくれるよ全然ほんとに同い年同い年の子も来てくれるしあそう全然全然全然なんかうん 背中をピンとする今もさ、もう気が抜いたら猫背になってたから、ちょっと気をつけるね。<laughs> 姿勢を正すために筋トレだね。そうだね。でも最近筋トレしてるんだ。腕立て伏せもしてるし、あ逆の腕立て伏せだけどね。おじさんもいて大丈夫ですか全然大丈夫でございます。ケ、OK、ー。 猫背は重心のの置き方の問題でそうなんだ重心が違うんだねもうやっぱ矯正したいわ何回できる何回できるんだろう連続で別に分かんない限界までやったことないそんな言うて30回ぐらいしかしないからさなんかそんななん,かな,んかなんて言うんだろう1日100回とか決めても 絶対続かんかんらだから限界までやったことないんよ公演前のストレッチって何分ぐらいやるのなんかね映像があるのな。なんかねなんかストレッチのする映像があってストレッチまあメンバーがやってるやつなんだけどあって。 それをやってるな,なんか流してもらってモニターであるじゃんステージのモニターで流してもらってそれでやってるから何分なんだろうあれでも結構長いよあのストレッチそう結構長いから何分か数えたことないやそうそう体操みたいなやつなのかなうん体操みたいなやつなんだと思うなんか音楽 ともにいろいろ K2 は誰も同じのやってないって言ってたそう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  K2 だけはあのなんか個人個人でやってる。でもそれ以外の S と E と研究生は映像通りのやってる。 チームで違うんだうんまあ映像は一緒だけどもう、まあ、なんかねわかんないんだよねなんでそれはなぜそうなったのかはわかんないけどあテロップ出たら教えてねみんな「公園グマストレッチする?」 えっと2回公演の時はなんかトレーナーさんとみんなでなんかやるんだけど2回公演の時はねあのー、1回公演普通の平日の時は終わったらなあの各自って感じ。<laughs> 夕飯何い食べたケータリング食べた お風呂でマッサージとかしお風呂じゃなくてお風呂出たらしてるよ毎日毎日足と腕と二の腕ととか全部やってる皮でマッサージしてるの皮でしてないよあかどどういうこと皮でって 何分ぐらいやるのえっとねテロップ出たらあのー、発表して終わりますそうそうん大阪帰ったら必ず食べるものある特にないかな特にないんだよねとか普通に普通にご飯が食べたい <laughs> 家庭のご飯が食べたいって感じ泉はそう家庭のご飯に飢えてるからさ家庭のご飯が食べたいですわあ川の字ってことか 川の字なんか普通になんていうのばーってうんなそれな,な,んなんていう表現するんだろう川の字ではない普通に普通にばばばーってうんー群れうんーなんていうんだっけそういうのザコネじゃなくてなんだっけなんていうんだろう そう散らばって、散らばってやってる普通にあなんかぶつからない程度に普通にバーってやってるかな。今日ありがとうこちらこそありがとう。ボボボボボボボう,ぼ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 う,うん懐かしいね。あボボボボボボじゃなかったか そそうそう適当な感覚も適当にバーってやってる感じかなね見て今日ねみくちゃんからもらったのみくちゃんからもらったお土産だって言ってもらったそうなんかみくちゃんが握手会終わってお見送りも終わってなんかめっちゃ急いでて時間,時間の問題でねみくちゃんが。 でめっちゃ急いでてで「バイバイ」みたいなまあ、写真撮れなくてねもう時間がなくてそう写真撮れなかったんだけどなんか最後に「あいずれにこれ」って言ってめっちゃ急いで渡してくれたそうでそうなんだ そうなんですよ。それ美味しいよ、本当。ゆっくり食べます。これはどういうロールケーキ、ロールケーキ。一本、ほうほうほう、一本だからちょっとずつ食べよ。<laughs> 期限は六月三十日までいけるからゆっくり食べる。そう。ロールケーキだってナルトキンとキーモロールケーキって書いてる。 テロップ出たお、ありがとう今日は食べないかなうんうあなんか今日はお別れがすごいすごいいっぱいあった日だったほんとに柄にもなく泣きたくなったよ <laughs> じゃあ順位発表しますねえー、13位塩あんさんありがとうございます12位が

10位が小雪さんありがとうございます。9位が純也さんありがとうございます。8位が芋太郎さんありがとうございます。7位がお茶っぱタイムさんありがとうございます。6位があずきさんありがとうございます。ようだ。んコメントに来た。5位が松村雄一郎さんありがとうございます。えっ、ー、と4位がダレンさんありがとうございます。 3位がチーフさんありがとうございます。2位がタチナンデスさんありがとうございます。1位が橋さんありがとうございます。今日もありがとうございました。令和最初の配信が本当たったの15分の配信にねなっちゃったけど本当にありがとうございました。見てくれさ,さった皆さん本当に15分間だけだった,だったしすごくなんか 早口で何言ってるか聞き取れなかったかもしれなかったけどごめんなんか今日早口だったわすごくありがとうございました見てくれてそれじゃあまた明日バイバイもうたったよね本当にね確かに早口だったよね今日なんか自分ってこんなに滑舌回るんだと思ったもんめっちゃ早口だわ今日すごいな今日すごいですわ中村泉 <laughs> ね立ったよね十五分 大丈夫だよね。大丈夫だ,よ、ね、だったね大丈夫よしそれじゃあありがとうございましたまたね今日の握手会も来てくれた皆さんありがとうございました今日だけじゃないね3日間だねありがとうございましたじゃあねまたねまた明日ありがとうございましたバイバイ切ります